はい、それでは1月18日の3本に入ります。A と B は C に対して1000万円の連帯債務を負っており、各自の負担部分はそれぞれ500万円である。C から A に対して1000万円の請求があっても、A は500万円を支払えばよい。丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは誤りですね。連帯債務は債務の全部を各連帯債務者がそれぞれ負ってます。負担部分っていうのはあくまでも連帯債務者間の話なんですね。債権者 C には関係ない話なんですよ。つまり連帯債務者 A は債権者 C に対して1000万円請求されたのであれば1000万円を支払う義務があります。この負担部分っていうのは、注意が必要ですね。連帯保証と連帯債務ではこの負担部分に関する内容が少し違うんですね。この点はよく出題される部分なんで学習しておきましょう。個別指導の受講者様は受講者専用のメルマガで詳しく解説しておりますので、そちらの方でご確認いただければと思います。こういった部分混乱しやすい部分なんで、理解できていない方は調べて理解していただければと思います。で、問い2に入ります。37条書面ですね。宅建業者 A は宅地の売買を媒介し契約が成立したと。で、当該、宅地にかかる租税、その他、効果の負担に関する定めがあるとき、A が交付する37条書面に記載しなければならない丸か×かという問題ですね。で、答えは丸です。租税効果については37条書面に記載しなければなりません。で、これについてはですね、定めがある場合ですね。で、今回は、定めがあるときって書いてあるので、37条書面に記載しなければならないということです。で、37条書面に記載すべき事項と35条書面、つまり重要事項説明書ですね、に記載すべき事項、この違いについては必ず頭に入れておいてほしいんですね。で、今回、租税効果って書いてあるんですけども、これ固定資産税の話です。固定資産税がいくらなのかとか、そういった情報ですね。これぐらいの理解で十分です。で、固定資産税が年額いくらなのかっていうところを、記載するんですけども、細かい部分までは覚えなくても大丈夫です。で、近年のこれ、出題ポイントの一つになってるんですね。で、しかも、2問以上出る可能性も、あるんですよ。この35条書面、37条書面の違いとかですね。だから、絶対に頭に入れておきましょう。で、この35条書面の記載事項と37条書面の記載事項の覚え方については、個別指導で解説しています。覚えるのが苦手な方は、ぜひ、個別指導をご活用ください。で、個別指導については、この動画の下の概要欄に URL 記載しておきますので、ご確認ください。で、問い3ですね。都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には都市計画に地区計画を定めることができる、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。地区計画を定めることができるのは、以下の2つの区域ですね。1つ目が用途地域内。もう1つが用途地域外であったとしても、一定要件を満たす区域。したがって、用途地域が定められていない土地の区域、つまり2番ですね、用途地域外であったとしても地区計画を定めることができる場合があるので、正しい記述となります。で、この一定の要件何なのって、疑問に思われるかもしれないんですけれども、ここはですね、出題される可能性は非常に低いんですね。なので、これは覚えなくても大丈夫です。独学の方だと、やはり理解すべき部分と理解しなくてもいい部分のこの違いっていうものを、判断するのが難しいんですよね。だから、何でもかんでも理解すればいいっていう問題じゃないんですよ。今回の問題で言うと、この一定要件別に理解しなくてもいいわけなんですよね。だから、これは理解しなくてもいい。でも他の部分で、要件がすごく重要になってくる部分もあるわけなので、こういった部分っていうのはもう過去問を解きながら分析をしていくっていうところがすごくもう重要になってくるんですね。なので、弊社の個別指導の受講者さん以外っていうのは、予備校でもね、やっぱこういったところまで教えてくれるところってありませんので、自分自身で過去問を分析するということも合わせて行っていただければと思います。そうしないと無駄な勉強になっちゃいますんでね。必要な部分だけ頭に入れていきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。